マールです。チャンネル登録リクエストありがとうです。お父さん、靴紐早く結んでお散歩行こう。ええ超速、超結び、結ぶの早すぎ。もう一回やってほしいよね。お散歩後々。オーストラリアのイアンさんが発明した結び方を デパートで見た店員さんが超速だったのを思い出して、少しアレンジしたお父さんです。超結びってもっとややこしくなかったすっごく簡単そうに結んじゃったんだけど。どうやるの教えてほしいよね。練習台は小さな箱が便利だよ。これ、ウェットティッシュ。左手の紐が手前で一結び。くる 反対に巻くと緩みます。長結びはしっかり縛りたいから押さえてね。結び目を押さえながら両手をくる。互いの紐をつまんで輪っかに通して、両手の紐を均等に引っ張ったらしっかり結べるよ。簡単でしょ別アングルでもう一度。右手の人差し指は結び目をずーっと押さえてね。離すと緩むよ。 右の手首がつるけど、頑張ってね。紐が全部平行なら成功だよ。プレゼント用のリボンの時はもうひと手間。向こうに出てる右手の紐を結び目の下にくぐらせます。輪っかが揃って蝶のように。綺麗でしょ。 ほどくとふた巻きになってます結び直すので全部ほどきますそれでは恒例の失敗例間違った時にすぐわかるでしょ右手を手前につまり一結び目が逆巻きに間違っても結べちゃうのはここだけかも結び目が二巻きしてるから確認できます他がちゃんとできたら小結びが 縦結びになってしまうよやってみるね結び目が1文字の縦結びになってるよ力がかかると緩んじゃう二まで開いちゃった一巻き目を正しく巻けば大丈夫です覚えてね他の間違いは結べないことが多いです しっかり縛ってぎゅっと引っ張ると本結びより簡単にものが縛れます便利ですよ古雑誌まとめるとき使おうかなってお母さん時代劇でお侍さんがかっこよく海みしめるのあれかな一瞬で結ぶシーンかっこよかったねほらねすごいでしょ もう一つだけ注意点。結び目から出てる紐の端は輪っかより長くしてね短いと動いてる間に輪の中にほどいたつもりが結び目が団子になってほどけなくなっちゃう。 僕にはほどけないから、爪の長いお父さんに任せちゃおう。わんこだから僕の方が長いんだけどね。もう一回丁寧に説明してほしいよね。左が手前で一結びくる。ぐいっと縛って結び目を押さえて、 薬指と小指で紐を握って右手をくる。親指と人差し指で手前に輪っかを作って引っ張るよ。左手もくる。二つの紐は逆向きです。親指と人差し指に渡した互いの紐をつまんで輪っかに通すよ。右手の人差し指は結び目を押さえたままつまみ直して均等に引っ張るんだよ。超速超結び。簡単でしょ ちょっと手首がつるけど頑張ってねプレゼント用の時は「リボン」をきれいにするためにもう一手間右側のひもを結び目の下に通してねきれいになります美しいでしょうイアンさんの発明した結び方は とっても簡単、紐靴にはぴったり。改良点はここ、指つるけど。結び目を押さえたら、さらにしっかり締まります。こちらも簡単です。試してね。そんなに締まらなくてもいい人は、押さえずに。スマートさが増す、イアンノット。おすすめです。ねえ。 みんなもう覚えたよねしっかり靴ひも結んでそろそろ散歩行きませんか今回はコメント欄にいただいた「自分が履いた靴を本人目線でひも結び」のリクエストで楽しい映像ができました靴を履いた姿勢の説明は「お父さん腰が痛くなるって腸結びび」「ウェットティッシュの箱が楽だったんだって」「映像短くのリクエストもあったけど」 頑張っって長いもん短かったよね。お手伝いしている僕かわいいでしょリクエストいっぱい喜んでますこれからも僕とあさりンよろしくお願いします今日からひよこ YouTuber のまるでしたお散歩行ってきます